ジボール。嘘だ。嘘だ。嘘だよ。めっちゃ怖い。ああ、お前か。最初のやつか。なんかお前は安心するわ。めっちゃ怖かったよ。ほんまに怖かった。飛び出してきたやつ。ここまだ行ってないな。うわっ、あ、鏡か。ね、ここ。あっ、ね、ここピアノあるぞ。高価そうなグランドピアノ。ここで楽譜使うっつっても、楽譜使ってどうすんのこれ。ピアノ以外何にもないですわ。帰ろ。楽譜持ってこなあかんな。はあ、さっきのやつらちゃん。うわっ、あっ、ほらほら来た、ほら来た。しっ、お前許さん、お前。あー、楽譜取りに戻らなあかんけど、あげたらあいつらおるもんな。いや、でもちょっと怒ってるわ俺。恐怖よりも今怒りが増する。俺を脅かしやがって。来いよ。あれ、おらへん。どこ行ったんやろ。うわっ、あっ、ちゃい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 、くそー、すぐやられてよ。ちょっととどめさしときたいなこいつ。あー、ちゃう、もうやられてるわ。なんや、弾無駄遣いした。ものすごい弾無駄遣いした。まあええわ。開けたらおらんやろな、まだ。よし、もうおったわ、おったわ。もうたまなくなってもうたかな、無駄に使いすぎて。あ、道間違えた、こっちじゃない。くそ、弾ないのにどうしよう。で、デスマスクでやっつけられんかな。撃ちすぎた。道間違えた。そっち行きたいのにな。こう、かませるふりして。かませるふりして。なかなかこうへんな。通りたいんですよ。通りたいんです。紙に来て一回。あ、なんやねん。フェイントとかやらんでも通れたわ。ややこしいやつやな。あれ、こっちやったっけ。こっち何やったっけ。ん、青と黄色の光を持つ虎と刻まれている。なんか絶対にこういうとこアイテム使うのよ。ちょ、分からへんわ。もううわーってなってるからさ、怖くてあんまり考えられへんのよね。普段ならなんか謎とか解くん結構得意なはずやねんけど、まあ怖くて。うわー、もう またおるやんお前。通りたいっちゅうねん、そこ。でも歩く遅いな、通れるんちゃう。あ、いけるわ。なんやこいつ、優しいな、通してくれるやん。なんかのアイテムを多分使うよな、ああいうとこで。なんやろ、これかも。青やから、青でこれで、で楽譜もいるんよな、楽譜で。弾が、あ、弾全然なくなってきたな。もうとりあえずこれでいっか。こんなん倉庫にあんのも嫌やけどな。
家帰ってきてあれ引き出し入っとったら絶対嫌やもん。とりあえずちょっと宝石試しにはめに行ってみよう。で楽譜もピアノ弾きに行こう。このトラさんに、あ、ほら、ゾンビ出てけんやろな。出てけ、やったショットガンのと、え、なんかこれあれやな、この先黄色の宝石みたいなの出てきて、そしたらなんかあっちに回るとかいるそうやな。ショットガンの弾はでかいわ。あと2発しかなかったから、よし、あとは楽譜やな。次は楽譜。ピアノ弾きに来ました。これやね。いやもうこんな難しいの楽譜どうするんこれ。ほんで、え、違うの、え、あれ、え、あー動いた動いた動いた、うわー動いてる動いてる、あ、なんかあるなんかある、また楽譜や。月光、組み合わせたらなんか一つになった。あ、いた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 、なんで弾けんねん、なんで弾けんねんお前。月光ってベートーベンか、何してんのほんで、なんで弾いてんの、危ない、寄ってくるからゾンビ、なんで弾いてんのほんで。うまいねん、うわぁ、一番意味がわからへん、今までで一番意味がわからへん。今の弾けるのも意味わからんし、なんで弾いたら開くねん。とりあえず行こうか。うわー、なんじゃ、おお、わあ、閉じ込められた、トレバーの手記、どうしてこんなことになったんだ。白衣の男が粗末な食事を運んできて、気の毒だが機密保持のためだ。何が、この洋館の秘密を知っているのはスペンサー卿と私だけで、私が死ねば秘密は彼一人のものになる。トレバーってやつが、考えてる暇はない、このままでは危険だ、家族の無事も気になる、脱出を試みる、ジェシカ、リサ、無事でいてくれ。この暗闇でチャンスを待つのにライターをなくしたら痛かった。あー、ライターね、運命の人になった11月13日その3日前に急病で倒れたおばの見舞いに出かけたという妻ジェシカと娘リサの姿がふと頭に浮かぶ。この瞬間は、な、長いな話、この瞬間私の中で記憶が鮮明に蘇る。君の家族も今頃は…気が失う直前、白衣の男たちの誰かが確かにいて、白衣の男たちって誰や。ますます不安をかきたてられた。彼女たちがこの屋敷に私を訪ねて再び戻ってきていないことを願う。ほう、洋館の外へ出るのは容易ではない、すべてのからくりを解かなければ。いやほんまそれ、あ、一緒の思いした人なんかな俺と。虎、黄金のエンブレム、うん、うん、閉じ込められてんけど、え、怖いってよ、もうほんまに。どういうこと？あ、調べなあかん、こういう時は。
あかん。はめ込む際にできた無数の擦り傷。これなんかあれやな。あの、なんかもう一個のエンブレムにも書いてあった気がするけど。ちょ、撃ったろ、こいつ。違う。こんな積み方ある？どうすんねん。ああ、はめ直したら戻ったわ。なんか大事っぽいな、これ。どうしたらいいんやろ。もう一回弾いたらいいんかな、ピアノ。違うか。謎がいっぱいやな。はい。汚い方のエンブレム持ってきて、ここにもね、はめ込むやつが、傷があるみたいな言うてはるんで。このゴールドエンブレムを取ったら脱出できんくなるから、どうしようどうしようって慌てふためくと見せかけて、汚い方のエンブレムをはめ込むと、こっから出れて、このペカペカに光っているゴールドエンブレムをゲットとできるというところまではわかるけど、そっからどうしたらいいか全然わからへん。あんまり教えてくれんのよ。最近のゲームはこっちだみたいなすぐ言ってくれんねんけど、このゲームは自分で探さなあかんから、これ持ってるとゾンビが眩しくて全員どっか行くみたいなないんかな。元に戻すんか。なんか開いたな、時計が。そういうことか。もう時間かかるわ。もう進まれへん、なかなか。でなんか開きましたね。二人が差し違えるとき、運命は開く。時計内の歯車を動かすようだ。動かしますか。まあなんかあるんでしょうね。動かして何かあるんでしょう。とりあえず、あ、もう全然わかんない。全然、差し違えるときどういうこと。剣をどうにかする。おお、何も反応がない。間違えてるんや。なんかヒント少なない。二人が差し違えるとき運命開く。差し違えるってことは、剣が右で、あ、違う、あ、間違えた。違う。剣を左、縦を右にしたいのよ。そう。続けますか。はい。歯車、台を動かすと。どちらに回しますか。右。あ、違う。あ、雷か。びっくりした。あ、間違えた。違う、俺こうしたかってんけど。イエーイ。こんなことある？こんなことあんねや。間違えたら合ってた。やった。また鍵ゲットした。もうか、荷物鍵だらけや。これなんねや、これなんの鍵や。縦の鍵ですね。はい。めちゃくちゃおもろいバイオハザード。こんなことあんねんな。バイオハザード動画界で一番ミラクル起こしたんちゃう？びっくりした。びっくりした。あ、多分これヒントなんやろな。短剣は胴体を、長剣は頭部を貫いている。多分あのヒント残してくれたんです。
ヒントないと思ったら、近くにヒントあった、うん、まあ、これ見ても全然わからんかったと思うけど、ヒントあったけど、全く見ずに謎解きました。うん、これが寺行ってくるですよ。天才や。で、どこ行ったらいいんや、こっから。まだ開いてないとこですね。だからもう赤色のとことかに今から行かなあかんわけですわ。ここか。え？一回コッケリの鍵なんや。ここか。やっと見つけた。うわぁ。あー、なんかあり、広い。物ごっつ広いぞ。なんかありそう。うわあ！やばいやばいやばい。うーん、でっか。ぶっ、ちょっと待って待って。これショットガン、これはショットガンや。いきなりすぎるて。倒せんのショットガンで。行くしかない。よいしょ、よ、聞いてる聞いてる、次よ、よいしょ、どうすんのどうすんの、よいしょよいしょ、嘘やろ嘘やろ、ポイズン、言いたいことも言えずに、ちょっと逃げろ、まず逃げろまず逃げろまず逃げろ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 、あ、なんかあるなんかある、デスマスクや、あ、食らってるこれ食らってる、ああ、逃げられへん、逃げられへんって、邪魔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 、ちょっとぐる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 なって逃げられへん、全然効いてないし、ほんで弾ないんちゃん、やだー、ハンドガンしかない、これちゃん、これかぶせて息できひんようにするんちゃん、ま、顔に近づいて、待て、違う違う違う、絶対違う絶対違う、ハンドガンやハンドガンや、わあ！言ってよ、出てくるなら。なんか扉に蛇のマークとか書いといてよ。ほんで、強っ。ショットガン食らって平気な顔しとったで。またこっからやーん。グレネードランチャーか。ハンドガン一回置いてこか。グレネードランチャーで、バリーからもらった弾と、ライターも多分いらんやろ。ハンドガンやっぱいるか。いや、でも荷物パンパンになるか。グレネードランチャーで行こう。そうしよう。なんかラスボスとかに取っとくんかなと思ってたけど、あいつ多分そうやわ、うん、この洋館の主やわあいつ。さあ帰ってきました、グレネードランチャーを携えてな、あいつの命はもうない、行くぜ蛇野郎が。俺が蛇に見えたか、俺が蛇に見えた、お前こそが蛇なんだ。あ、まず攻撃かわしてからの、ちょっと距離取ってランチャーぶち込み、ぶち込み、ちょ、違う違います、やり方、あ、弾があれか、この弾かバリーにもらった、こう、オッケー、よいしょ、え、嘘でしょ、あ、食らってる食らってる食らってます、どうですか具合の方、具合の方どうです、具合悪いですか、どうですか、ちょ教えてください、え、逃げた逃げた、これ逃げてる、やった、あ、どっか行ったどっか行った、にるーんってどっか行った、よし倒したよな、弾使いすぎた、もしかして弾使いすぎたかな、なんか途中の方もう帰っとったのに死体打ちみたいなしちゃった、ごめんねあの子、申し訳ない、でもこれで、よし、
さあデスマスクゲットして、そんな感じ。他何もない感じ。そんだけ、まあ、そんだけなんや。なんや、ちょっと待って、この扉、ボス戦の後またボス戦とかあんの。絶対に出てくるやんボス。なんかマリオのボスが出てくる扉。うわあ、ほら、あ、違うか。眠れる重視、眠れる重視、眠れる重視、眠れる重視。よし、当たった。なんやこの部屋。くぼみに何か置かれている。手が届かない。眠りを妨げる者に制裁を。もう絶対制裁食らう。もうこのパターン絶対制裁食らう。もう知ってんねん俺。ちょっと分かってきたバイオハザード。一回スイッチ押さへん。なんか出てくるんやろうな。もう一回蛇出てくるんじゃん。上からにゅるーって、まあ、押すわとりあえず。咳込んだだけ。どうするの。体力は。減ってるやん。ちょっと どうするの。マジでどうすんのこれ。もう死ぬって。死んじゃうよ。死んじゃうって。せっかく蛇倒した。さすがに意味が分からへん。いろんなんと戦ってきました。犬、ゾンビ、こんな感じの草、でっかい蛇、一番強いの謎の煙。またエンブレムのとこからや。次回行こう。最悪、またやん。どうしましょう。絶対にあそこから何か出てくるやん。チャンネル登録。